サー・ウィリアム・マシュー・フリンダーズ・ピートリーは、イングランドのエジプト学者で、考古学の体系的手法を確立した人物。氏名の読みは、フリンダース、ペトリー、あるいはペトリーとも、イギリスにおけるエジプト学の第一人者として、ナウクラティス、タニス、アビドス、アマルナといったエジプトの重要な遺跡の発掘に関わった。ピートリー最大の発見として、 メルエンプタ派ブンが挙げられることもあり、本人も同意見だった。イングランドのケント州チャールトンで生まれる、オーストラリアの海岸線を探検した、マシュー・フリンダースの孫である。経験なキリスト教徒一家に育ち、自宅で教育を受け、正式な教育を受けたことがない。父は彼に正確な調査の仕方を教え、それが、エジプトやレバノンでの古代遺跡発掘調査の基礎、 子供の頃から考古学に興味を持つようになった。8歳の時、フランス語、ラテン語、ギリシャ語を自宅で教えられ、その後独学で勉強した。一家の友人がピートリー家を訪れ、ワイト島のブレーディングにある古代ローマのビルラの発掘について話した際、8歳のピートリーが考古学についての意見を述べたという。少年はシャベルで雑に掘っているという話を聞いて、怖がり、 異物が地中にどのように埋まっていたかを明らかにするためには少しずつ土を削り取っていくべきだと断言した。70代になってから彼はそれ以来私がやってきたことのすべてがそこに発している。まさに我々は心の中に生まれたものを発展させることしかできない。私はその頃すでに考古学者だったと記している。10代の頃は イギリス国内の戦士遺跡の幾何学的配置について調査した。最初は成果のあるチャールトン付近の古代ローマのカストラ、19歳の時にはストーンヘンジに取り組んだ。1880年の初め、ピートリーはエジプトに向かい、ギーザの大ピラミッドも同様の原理で調査し、ピラミッドがどう構成されているのかを適切に調査した最初の人物となった。 ピラミッドに関する様々な理論はすべてピートリーの調査が発端である。後にピートリーはそういった理論をすべて読んでみたが、いずれも適切な観察や論理に基づいていないと述べている。ピートリーが行ったギーザの建築物についての三角測量調査結果と分析はその方法と精度において模範的であり、今もピラミッド高原についての基礎資料として利用されている。 この時の訪問で、ピートリーは遺跡やミイラの破壊率を嘆いている。ガイドブックにあった遺跡の一部は、その頃すでに完全に破壊されていた。彼はエジプトについて、火事になった家のようなもので、破壊は素早く進行していると記している。そして自身の使命を、助けられるだけのものをなるべく素早く助け出すことだ。そして60歳になったら、それらすべてについて落ち着いて、 書けるようになるかもしれないとしていた。1880年末にイングランドに戻ると、ピートリーはいくつか論文を書きジャーナリストのアメリア・エドワーズに会った。彼女はエジプト調査基金の講演者であり、ピートリー自身の講演者になって、後のユニバーシティ・カレッジ・ロンドンでのエジプト学教授職への就任にも尽力した。ピートリーの科学的手法に関心し、 エトアールイコールナビーユの公認の職をピートリーに提供。ピートリーはこの申し出を受け、発掘費用として毎月250ポンドを得られることになった。1884年11月、ピートリーはエジプトに行け発掘調査を開始した。最初に発掘したのはエジプト新王国の遺跡タニスで170人の発掘作業員を使った。彼は親方性を廃止して、 自分で全体を完全に統括するようにした。こうすることで、親方が個々の作業員に与えるプレッシャーを取り除き、異物を急いで不注意に発掘しようとすることがないようにした。他のエジプト学者からは、アマチュアの構図化とみなされていたが、作業員には人気があり、古いやり方では見逃していたであろう。小さいが重要な異物をいくつか発見した。 セヘル島で見つかったファミンステラ・タニスでの発掘が終わると資金が底をついたが、帰国することをしぶり、1887年はナイル川を船で遡上して、これまでスケッチしかなかったナイルの風景の写真を撮った。この間にアスアンに近いセヘル島の縄橋号を登り、その崖の表面に刻まれた多数の古代の碑文をスケッチし写真を撮っている。アスアンに到着すると、 出資の更新を確認する電報が届いていた。その後彼は、ファイユームの墳墓遺跡に赴き、特にこれまで、よく研究されていなかった、紀元前30年以降の墳墓に興味を持った。60基の未発掘の肖像画のある墓を調査し、ミイラの上の悲鳴から埋葬されたものやその家族について明らかにした。オギュスト・マリエットの取り決めに基づき、肖像画の50%は、 エジプト考古学博物館に送った。しかし、マリエットの後継者、ガストン・マスペロはそれらにあまり重きを置かず、博物館の裏庭に放置していた。これに怒ったピートリーはマスペロに、最良の12点を同博物館用に選ぶよう要求し、残りの48点をロンドンに送って、大英博物館がそれらを収蔵した。その後の調査で、ピートリーは、 ファラオ時代の博士作者の村を発見した。1890年、ピートリーはパレスチナに目を向けるようになり、数々の重要な考古学上の成果をもたらした。同年、テルエルヘシオ6週間を発掘し、これが聖地における初の科学的発掘調査となった。19世紀末の別の時点で、ピートリーはエルサレムのワジアルラボバの墳墓群を調査した。ここで、 ピートリーは二つの異なる陰律体系があることを発見した。パレスチナ考古学へのピートリーの関与は、A Future for the Past ペトリエスパレスチニアンコレクションという展示で示された。翌1891年、アマルナのアテン神殿を調査し、庭や動物の狩猟シーンが描かれた新王国時代の舗装を発見した。この発見に旅行者が引き付けられたが、 そこに到達する簡単な手段がないため旅行者らが道を作るために舗装の一部を破壊し、さらに地元の農民も絵の外観を損なったため、ピートリーの残したものが唯一の完全な外観を記録したものとなった。1892年、アメリア・エドワーズの出資と尽力により、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンにエジプト学教授の職が用意された。 1880年からピートリーを支援していたエドワーズにより、ピートリーがその初代を務めることになった。その後も彼はエジプトでの発掘調査をし、多くの考古学者を実地訓練した。1913年、ピートリーは古代エジプトの遺物の膨大な個人的コレクションを UCL に売却し、それが同大学のペトリミュージアム・オブ・エジプシャン・アーキオロジーの元になった。 1896年初め、ピートリーイラは、ルクソールの神殿群の一角の発掘を開始した。その神殿複合施設は、アメンホティップ三世の建てた神殿の北に位置している。もともとその神殿はそこら中に散らばっている石に、アメンホティップ三世の名が刻まれていたため、アメンホティップ三世の建てたものとされていた。しかし、一人のファラオが隣接して二つも神殿を建てるだろうか。 という疑問があった。発掘を開始して間もなく、ピートリーはその疑問の答えを探し当てた。この神殿は、ラムセス2世の息子、メルエン・プトハが、隣のアメンホティップ3世の神殿に使われていた石を使って建てたものだった。神殿の基礎から横たわるジャッカルの石像の破片が見つかったが、おそらく、アメンホティップ3世の神殿の正面のアプローチに設置されていたものとみられる。 メルエン・プタハ本人の像や二つの素晴らしい石碑も見つかった。どちらもアメンホテップ3世の神殿で使われていた石像の裏面を使ったもので、元の像の顔が裏面にあった。一つはヌビア人やシリア人と戦うアメンホテップ3世を彫刻したもので、もう一つは高さ10フィート以上の黒い花崗岩でできた石碑である。元の碑文は、 アメンホテップ3世の建築業績を称えたもので、それが立っていた神殿の壮麗さを書き連ねている。一方、それを裏返すと、メルエンプタ派が、リビア人や海の民に勝利した事籍が書かれていた。ドイツの言語学者、ビルヘルムシュピーゲルベルクがそれを解読したが、碑文の最後の方でメルエンプタ派が勝利したという、民族名らしき、固有名詞愛し、リ、あるで詰まってしまった。 ピートリーは、それが、イスラエルだと直感し、シュピー・ゲルベルクも、その解釈に同意した。これは、イスラエルという言葉が出てくる最古の金石文であり、イギリスでも、大きなニュースとして扱われた。1902年を王立協会フェロー選出。ピートリーの破壊し1923年、考古学とエジプト学への貢献を称え、ナイトの称号を授与された。 1926年以降、ピートリーの興味は、ほぼ完全にパレスチナに移った。ただし1928年には、ルクソールの墓地を発掘して、かなり巨大な遺構を発見し、そのために新たな発掘方法を考案した。その手法は、今も使われている。パレスチナでは、南西部で、いくつかの重要な発掘を開始した。 1933年には教授職を引退し、妻と共にエルサレムに定住。ブリティッシュスクール・オブ・アーキオロジーで働いていたが、後にアメリカン・スクール・オブ・オリエンタル・リサーチの設立にも関与した。1942年、エルサレムで死去。その頭部はイングランド王立外科医師会に寄贈された。体はエルサレムのザイオンさんのプロテスタント墓地に埋葬された。ただし、 戦時中だったこともあり、頭部の骨がエルサレムからロンドンに届くまでにかなりの時間がかかった。頭部は失われたという説もあるが、マーガレット・ドロワー,ーの書いたピートリーの伝記によれば、現在ロンドンに頭部があるという、彼の綿密な研究手法は考古学の新たな標準を生み出した。彼は次のような言葉を残している。研究の真実に至る道筋は、 細部に注目し比較することにあると信じる。ピートリーは一つの遺跡で遺物を年代順に並べる技法として系列化を初めて提唱した。ハワード・カーターを含むある時代のエジプト学者はほとんどがピートリーの訓導を受けている。ピートリーは優勢学的見解を持っており他の社会的話題についても議論好きだった。例えばウォーリス・バッジとの論争にもそれが現れている。 バッジは古代エジプトの宗教が北西アフリカや中央アフリカに見られる宗教と基本的に同じだという見解だった。しかしピートリーを中心とする主流派は古代エジプト文化はコーカソイドが侵略して支配することで生まれたものだという意見だった。ピートリーは疑似科学的な優勢学の信奉者であり文化的発展には必ず生物学的変化が 原因として存在すると信じていた。そのため、エジプト文明の発生も、他民族の侵略が原因だと考えた。ピートリーは、支配民族となる、優れたコーカソイドが、南方からエジプトに侵入したという自説を死ぬまで、信じていた。また、ラテン系や南方系の民族よりも北方系の民族の方が、優れていると考えており、イギリスの極右主義者とも信仰があった。 そのため、バッジの古代エジプト文明が東アフリカ土着の民族によるものだという考え方は、ピートリーにとって受け入れがたいことだった。ピートリーが発見した成果の多くは、ロンドン考古協会に送られ、親友だった考古学者フラックスマン、チャールズ・ジョン・スパールの手により、同協会の会誌アーキアロジェクル・ジャーナルで発表された。ピートリーは全部で97冊の著作を、 出版している、ピートリーの完全な著書目録。ありがとうございます。